あ、お久しぶりです。うい、元気してた？まあ、もしもし。久しぶりやな、佐藤。お願いします。うい。うわ、さすが、相変わらず変わんないですね。当たり前。さすが大阪の重戦車だろ。え、先輩のところでサイドテープ貼るのやめたんですね。まだあんなのつけてんのか。え、貼ってないんですか、もう。まだつけてんの。え、なんで貼らないんですか。貼らねえのがかっけえんだよ。貼らねえのがかっけえ。物貼ってる。はい。ミルクくせえな。うわ、先輩がさすがっすね。やるな。すぐ座れた。どうやったら先輩みたいに速い球打てるんですかね。当然塗ってるんじゃない。塗ってる。塗ってるってあれですか。え、塗ってない、もしかして。はい。え、大学生で塗ってへんとかお前しか知らんのかよ。え、うわ、すげえ先輩バック。あら、先輩ってフォア、コアの時オールフォアじゃなかったっすか。時代はバックハンド。あ、バックハンドですか。フォアなんか振らなくたって勝てる時代が来た。え、なんか前、高校の時バックなんか振らなくても勝てるって言ってたじゃないですか。忘れちまったな、そんなこと。まあ、見てな。かっけえな、この人。なるほど。あいつ見てみたよ。あいつサークルだってな。俺部活入ってるからあんなやつケチョンケチョンだぜ。モコズキッチンしてやるから見てろ。おい、おめえ。俺と勝負しない。え、日学園の方しないけど、今サークルは無理です。行くぜ。僕サークルなんで無理です。そうだよ。たまたまだろ。次はそうはいかねえぜ。じゃあこれでも食らえ。強かった。お前、何のサークルなんだよ。漫画研究サークルです。漫画研究サークル？とりあえず入れてくれ。つつぎでも何でもいいから、とりあえず入れてくれ。俺たちは二人で一つ、練習でも見たことない。カウンターをしようとすんなや。息なしやない、格好つけるな、息するな、出なし張るな。